どうもどうも、中野実験室です。マインクラフト雑談です。今日は久しぶりに、パチスロの話をしながら穴を掘ろうかと思います。今日は12月24日、クリスマスイブということで、マインクラフトの中もクリスマス仕様になっています。チェストがプレゼントみたいになってるやつですね。はい。では穴掘りをしながらパチスロの話をしようかと思います。最近アルバイトを始めました関係で、あんまりその朝一から設定を狙いに行くとかそういうことができなくなっちゃったんですけど、なのでまあちょうど無制限の時に期待値稼働にしようかなというふうに切り替えたんですけど、その中で平位鏡を2回ほど天井狙いしたんですけど、まあどちらも負けたという結果で、まあ平位鏡の天井狙いっていうのはまあそもそも危険なんじゃないかって思いまして、その関係でちょっと、動画にしてみようかと思いました。まあ2回狙って1回目は450ゲームから2回目は、550ゲームぐらいからのスタートでして、1回目は天井到達でしたんですけど、赤ジェットボーナスが出てきて、ドライブゾーンは、バスで、KC 非当選でした。2回目は天井には行かなかったんですけど、930ゲームぐらいで、強ジェリーを引きまして、それがまあヘイカウンターの短縮抽選に当たったみたいで、まあそこから特訓を経由して、953ゲームぐらいでジェットボーナスに当たるという悲惨な結果でした。まあおそらく本戦闘中に、950ゲームをまたいだんですけど、まあそれじゃあ天井恩恵には多分引っかからないんじゃないかなという結論です。で、まあ出てきたのは赤ボーナスで、ドライブゾーンをバスで、KC には当たらず即やめという感じでした。まあずっと言われてることですけど、平位鏡は天井に行っちゃうともう有利区間が残り500ゲームぐらいしかないっていう、そしてその関係でまあどんなに伸ばしても1000枚ぐらいのところでエンディングに行っちゃうという、そういう悲しい仕様なわけなんですけど、っていうのを加味すると、天井狙いをした時にまあ仮に450ゲームからで、使った枚数は、500枚ぐらいだったんですけど、どこで拾うかによってもちろん使う枚数は変わるわけですけど、まあ、500枚ぐらいだいたい使うとして、500枚使ってマックス1000枚を狙うという行為は、期待値的にはどうなんだろうかという感じです。もちろん天井に行く前に、ジェットボーナスに当たる可能性もあるので、で、まあもちろん直撃の可能性だってあるわけですから、必ずしも毎回天井に行くかって言ったらそうでもないんですけど、そもそもこう天井が狙えるようなゲーム数で落ちてる台っていうのはまあ低設定であることが可能性が高いんじゃないかなっていう気がしまして、つまりその天井を狙うイコールも、設定が低い台を選んで打ってるような状況になりかねないわけです。そしてまあその天井に行っても軽白チャンス確定かという言えば、まあまず青ジェットボーナスを引いた上でドライブゾーンで当選させないといけないっていうのを踏まえると、一応多分500ゲームぐらいから、あと特訓の星の数のとかのも含めて500ゲームぐらいから多分期待値はプラス、解析的にはプラスだと思うんですけど、ちょっと2回連続負けちゃうと、気持ちがちょっと萎えちゃったというのが実際のところです。まあ、打感っていう言葉はかなり抽象的なんですけど、まあ、安心して、狙えるのは600ゲームぐらいかなっていうような気がしたんですが、まあ600ゲームでやめてる台はさすがにないでしょうから、現実的に拾えるゲーム数っていうのはまあ400ゲームから500ゲームぐらい、550ゲームを拾えたのはかなりまあ運がいい方だったのでは
あるんでしょうけど、その割にはまあ結果がついてきてないという感じだったので、まあそもそも兵鏡の天井を狙うという行為自身に疑いを持ち始めたという感じです。一応そのパチスロ動画的にその結果とか、あるいはその当たった時の写メとかは撮ってやるんですけど、なんでまあ2回ともちょっとしょぼい結果だったので、シリーズというか、まあ何回かまとめてどういう風にメダルが増えていくのか減っていくのかっていうような風にしようかと思ったんですけど、ちょっと2回ともマイナスで終わるっていうのをやってしまうと、その気もちょっと萎えたっていうのが実際のところですね。まあそんなに多分何でもない日に設定が入るようなホールでもないので、これでもないですし、もうハマってるイコール低設定っていうような気配もあるので、難しいところではあるんですけど、ちょっと立ち回り修正してかんとメダルが減っていくだけかなと思った次第でありました。はい、そんなわけで、ヘイ鏡の、天井狙いに関して話してみました。引き続き、パチスロ動画じゃなくてパチスロの話をしようかと思いますが、ここで一旦区切らせていただきます。それではまたお会いしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。